そう。でも知らないんじゃないみんな。俺と吉尾が寮同じ部屋だったの。そう。高校3年生の時の寮同じ部屋だったんですよ、俺と寮も。ほんと、問題児部屋って呼ばれてましたからね、ニーマス。そんなことないけどね。まあ、寮も問題児でしたね。いや、前もだよ。こいつ、超遅刻するでしょ。超遅刻するから、ね。一応はやばいから、マジ。俺遅刻が。俺寝坊の、マジで。高校の時そんな寝坊してなかった。寝坊ってしてたのに、してて、いや、風邪ひいたみたいなことにして。違う。俺一個覚えてて、違うんだよ。一回練習、なんかリカバリーの日かなんかで、寝坊して、一緒、りょうも寝坊してたの。だから一緒に。一緒に寝坊したんだけど、俺は行かなかったらバレなかったの。で、りょうまは裏からこっそりこう入ってって合流してバレなかった。結果二人ともバレた。え、りょうまバレたんでしょ？バレてる。バレてる。りょうまはもうその時はもう絶対いなかったらバレちゃう。俺はバレなかった。で、まあ練習早かったよね。早かった。7時半はやばかった、ね。7時半だった、ね。ほら、りょうまくんちゃんとしてそうって言っちゃう。もう見る目ないっすよ。ちゃんとしてるって。吉尾がすごいのは、絶対に7時半集合だと、4時25分くらい。ああ、そう。でも、今も結構遅かったよね。そうだね。そんな早い方ではないかな。今は早いの。いや、早くない。うん。俺も普通ぐらい。オンタイムよ、むしろ。あ、ほんと。うん。いや、龍馬だって、俺龍馬のせいで、高校時代坊主にしてるから。いや、パーマ。じゃあ、まあ、龍馬と、坊主にしようってなったからね。いや、そう。龍馬と赤戸と、龍馬と、まあ、あ、やばい。雑談しかしてない。確かに。龍馬はちゃんとしてないって。ちゃんとしてない。お分かりです。吉岡もちゃんとしてないです。はい。めちゃくちゃ朝弱いんで。